平成22年8月5日、阿蘇市一宮町坂那市にあるコーンハスカー農場でスイートコーンの収穫体験が行われました。5月29日に植え付けをしたスイートコーンが実り、この日収穫を迎えました。梅雨の長雨と寒さで収穫が遅れていたため、待ちに待った収穫となりました。この日はあいにくの小雨、そして早朝7時半という時間にもかかわらず多くの方の参加がありました。お母さんの撮りたい。収穫を終えたら切り口を揃えて袋詰めです。雨がちょっと降りました、うん、いや雨なんか何のその重いけ。収穫したのは生でも食べることのできるスイートコーン、めぐみゴールドという品種です。土原さんのご好意でスイートコーンの試食もできました。いいよ、シルバーなんか食べたろ、いか食べたろ、じゃあまあめっちゃ食べた、食べた生、いや今食べさせて、どうしても皆さん、ここは遠慮してください。うまい。すごいですね。全然ない。もぎたてが一番美味しいのは言うまでもなく、歓声が上がっていました。アソンファームでは学校や会社、また家族単位でも体験を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。